選手。クロアチア代表。ポジションは FW。2009年に NK インテルザプレシッチで選手となった。2012から13シーズンに12得点し、クラブでの得点王となった。2013年夏にスペツやカルチョに移籍するが、9試合、無得点に終わった。2014年夏に HNK リエカに移籍。移籍金は明らかになっていない。 すぐに NK、チェリーエに年末まで期限付き移籍し、2015年2月に K リーグの全南ドラゴンズに1年の期限付き移籍をした。33試合9得点の結果を残したため、2016年1月に75万ユーロで全南に完全移籍、リエカでは結局1試合も出場しなかった。2016シーズンは半年で16試合5得点の記録を残し、 同年夏に、長州タイ続級クラブに130万ユーロで、完全移籍し14試合に得点の結果を残した。2017年1月に、ウルサン現代 FC に93万5千ユーロで、移籍し、半年で、K リーグに復帰。2018年夏に NK ディナもザグレブに移籍した。2019年9月18日には、UEFA チャンピオンズリーグ2019から20。 グループリーグのアタランタ BC 戦でハットトリックを記録した。21年3月、ウエルラウンド16のトッテナムホットスパー FC 戦では、ファーストレグで2点のビハインドを背負って迎えたセカンドレグでハットトリックを達成。クラブを合計スコア3から2でのベスト8進出に導いた。 2019年9月9日に UEFA ユーロ2020予選グループ E のアゼルバイジャン代表戦でアンテ・レビッチに代わって86分に投入され、代表初出場。2021年、ユーロ2020、決勝トーナメント1回戦のスペイン戦で、代表初ゴールを挙げたが、延長戦の末に3から5で敗れた。ありがとうございます。